天皇星の衛星、ポーシャ、クレシダ、オフィーリアが映っている本校では、天皇星の衛星について述べる。21世紀初頭現在、天皇星には27個の衛星と13本の艦が発見されており、27個の衛星はすべて命名されている。ただし、艦の挙動から未知の衛星が存在しているかもしれないとの報告もある。 天王星の衛星は1787年、惑星本体の発見者でもあるウィリアム・ハーシェルによって、最初の2個が発見された。この時ハーシェルは、6個の衛星を観測したが、そのうち4個は恒星を誤認していたことが後に、明らかとなった。後に、この2個の衛星は、ウィリアム・ハーシェルの息子、ジョン・ハーシェルにより、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、夏の夜の夢に登場する妖精から、 ティタニアとオベロンと命名された。さらに、1851年に、ウィリアム・ラッセルが2個の衛星を発見し、アリエルとウンブリエルと名付けた。1948年には、ジェラルド・カイパーがミランダを発見している。その後の天皇星の衛星には、シェイクスピアか、アレキサンダー・ポープの作品中の登場人物名が付けられている。 1985年から1986年にかけて、ボイジャー2号が天皇星に到達し、新たに10個の衛星が発見された。このうち、コーディリアとオフィーリアは、イプシロン間を挟むように好転する、いわゆる羊海衛星である。ペルディータは、ボイジャー2号により1986年に、撮影された写真の中から1999年に、 エリック・カルコシカが発見したものの、その後の追試観測ができなかったため、衛星の一覧から一旦覗かれていた。しかし、ハップル宇宙望遠鏡による観測によって2003年9月3日に再発見され、衛星であると確認された。1997年以降に多数発見された、天皇星の赤道面と無関係の軌道を持つ、外周の衛星に関しては、巡航軌道の衛星は、 マーガレットの一例だが、空騒ぎ、他の逆行軌道の衛星は、テンペストの登場人物から命名されている。1997年9月6日、ブレッド・ J ・グラドマン、フィリップ・ D ・ニコルソン、ジョセフ・エイ・バーンズ、ジョン・ジェイ・カベラーズらが、ハップル宇宙望遠鏡で2個の衛星を発見した。1999年7月18日、グラドマン、カベラーズ、マシュー・ J ・ホルマン、 ジャンマーク・ペティット、ハンス・ショールらが3個の衛星を発見した。この時点で発見された衛星数は20個に達し、翌年以降に木星、土星に多数の衛星が相次いで発見されるまでのわずかな期間ではあるが、天皇防止が太陽系で最多の衛星を持つ惑星とされていた。2001年8月13日、ホルマン、カベラーズ、グラドマン、 ダンミルサルエビクラが2個の衛星を発見した。また同じ日に撮影された写真から2003年に新たな衛星が1個発見された。2003年8月25日にマーク・アール・ショアルターとジャック・ジェイ・リサワーが2個、同8月29日にスコット・エス・シェパードとデビット・シー・ジュイットが1個の衛星を発見した。2016年10月、 ボイジャー2号が撮影した画像からのアルファ艦、ベータ艦の振る舞いの研究から、これまでに発見された、どの衛星よりも小さな未発見の衛星が2個存在する可能性が示唆された。これによると、存在する可能性がある衛星の直径は4から 14km と推定されている。ありがとうございます。